これ美味しそうだな。南蛮食堂チキン南蛮。最近走ってなかった。川の方っていうか北の方っていうのかな、これ北向かってます。桔梗食堂美味しそう。この公園に来るとホッとするんだよね。ランドマークになってるからね、僕の中では。よいしょよいしょ。でもね、ずいぶん久しぶりだな。こんとこ時間がなくて、今日も時間がないんだけど、あんまりこっちも来れなくて、久しぶりに走ってるから嬉しいですね。よいしょ。これは気持ちいいな。今、残念なニュースがありましたというか、なんかね、佐賀に移動するんですが、余裕かなと思ってたら、あんま余裕ではないことが判明し、この先走っていくつもりだったんですが、残念ですね。それはまたお預けにして、これから戻り、急遽戻り、もう取る方向になりました。ちょっと残念ですが、まあ、しょうがないです。ということでね、そういう判断もね、旅ランではあるんで、まあ、ここまで来たから、行くでしょ。久しぶりにこれまで見たよ。この先が飲むと楽しいんですけど、私は別の機会もお預けにして、仕方がないですよね。旅は一期一会だな。よいしょ、素敵な光景を見ながら走って帰ろうと思います。お、大阪市のマンホールは大阪城だ。こういうなんか街並みが今回も知ってるから馴染みなんだよね。新大阪のこの近くもね、食べらせなかったら新大阪の周りの街並みなんか絶対に知らなかったと思うんだよね。ショッピングプラザ新大阪水仙館前を通っております。というわけで、本当はね、もっと走る予定だったんですが、4キロちょっとかな、新大阪の街を走ったことになったんですかね。なんか救急車、旅ランは臨機応変っていうかね、本当は今日走るはずだったところ走ってたらどうなるかなっていう、そういう仮想世界、もしかしたら走っている自分もどっか他世界の中にいるかもしれないんだけど、そうそう佐賀に行くのがちょっと遅くなっちゃったりするから、中尾清張さんと会って動画を撮ったりする時間がなくなっちゃうんで、旅ランもっと続けて中尾さんと動画を撮ってなかった自分もいるかもしれない、だから世界は分裂してるんだな。旅ランをして世界が分裂していることを知った、新大阪の旅ランでした。今度はまた別の世界に行きたいな。